イラスト集ができました。最初なので、はじめというタイトルにしました。これは2021年秋のイラストレーターとして初めての、展示会のコレクションとして、作成しました。その個展では、私の作品の、を知ってもらうためにですね、だいたいイラスト1枚に対して500字ぐらいの長い解説文をつけました。で、イラストの着想とかイラストの中に点在する細かいいたずらなど、まあ一目ではちょっとわからないようなことを解説文に載せて、読んだ後にまたイラストを見ることでいろんなことが見えてくると大変好評でした。一方で、まあ、会場ではちょっと読み切れないよというご意見もいただきまして、このイラスト集を作るということになりました。展示した36点すべての、原画イラストと、加筆した解説文、加筆修正した解説文と、さらに、展示会ではなかった解説図とか、まあ、こういうことですね、こういうものです。こういうものとか、おまけのイラストなどを盛り込みました。この作り自体はすごく良くて、とても分厚くできてます。コンセプトとしては、このリビングで展示会を楽しんでいただきたいと。あ、これはおまけですね。着想した時の、ラフ図なんかが、も載せています。リビングでぜひ、展示会を楽しんでいただけたらと思います。